植物のトガの一つで、ブナモクに属し、9から10属約50種を含む。高木、または、低木の植物からなり、クルミやサワグルミ鬼ぐるみ、ペッカンなどを含む。種子や材を利用する。葉は、鵜上複葉、または酸質複葉で大きく、方向があり、通常20から100センチメートルに達する。多くは誤生するが、アルファロ族とレオムンレア族では耐性する。 果樹は、お嬢果樹で、風によって、そうこなする。果実は乾燥するが、ペカン族やクルミ族では外側に厚い双方が、発達し、包まれるため、活果状となり、クルミ浄化と表現されることもある。エングラーは、お嬢果樹を持つ植物は、花の構造が単純であることから、それらを原始的な皮脂植物として扱い、クルミ科は、山桃科とともに、 個性化非植物厚なクルミメに含めた。クロンキストは、マンサ作アズナにクルミメを置いて、ロイプテレアカとともにクルミ化を含めた。一方、DNA の分子系統学解析に基づいた、エペジー分類体系では、新生創始用類バラ類の豆類と、比較的派生的な植物として位置づけられ、ブナメに含められる。原生のクルミ化の植物は、以下のように分類される。 分子系統学の研究により、クルミ化の関係は以下のように推定されている。ありがとうございます。